は、こちらの横浜そごうの2階外の会場浜テラスで今毎週日曜日と、火曜日ですね、イベントをやってます。で今日日曜日はこのここから利用の浜テラスフェスティバルというので、いろんなこうマルシェですとかこういった譲渡会とか、まあ、いろんな物販のお店ワークショップっていうのが出てるんですけれども、一つのコンセプトとしては、心と体にいいことということの、共通した出展者様が出てます。はい、で私たちのここからプロジェクトという大元のプロジェクトが、女性のため の, あの健康診断を推奨するという大元のコンセプトがありまして、こういった会場でいろんな人に集まっていただいたときに少しでも自分の心と体に向き合っていただいて健診に自分の気持ちがいっていただくようにしてほしいなという思いで継続してイベントをやっています。そのために人をたくさん来ていただきたいのでこういう楽しいコンテンツをやって人を集めています。はい、そういうことですね、はい。まあ、簡単に言うとですね、スポーツを中心に障害を持った子どもと健常児、まあ、健常者の子どもですねが交わることによってもっともっとお互いを理解していく、そしてその先にですね、まあ、2020年もありますし、さらに2020年がゴールじゃなくてですね、その先にもっともっとこのパラリンピックスポーツが盛り上がっていけるような、そんな仕組みを作っているような団体ですね。ソリのようなものがスレッジと言いまして、このスレッジという乗り物に乗ってアイスホッケーをするので、アイススレッジホッケーという競技になってます。でこれをもっともっと横浜でも今チーム作りたいなって活動もしておりまして、で私はもう今現役を引退してですね、今この NPO の活動を中心に動いている元選手ですね。あ、こちらですね、はい、正真正銘の正真正銘の、はい、バンクーバー2000書いてありますね、はい。アニマルプロテクションって言います。保健所に捨てられた動物たちを引き出して新しい飼い主を探す活動をしています。まあ、いろんなケアをして医療にかけたり注射したりとか、普通の犬と変わりないように健康な状態にしてピカピカで旅立ってもらえるようにしてるので。ライズくんです。トイプードル8歳ですね。でもすごく可愛くって人懐っこくて、犬も猫もみんな人間も大丈夫な可愛い子ですよ。